それで今日はですね、私の担当の3回目ということになりまして、絵画メディアのメッセージとしておきました、テキストの方は9ページからですかね、まあ、2枚だけですけど、2枚というか2ページだけですけれども、これまで1回2回とですね、見る側というか鑑賞するというかな、そういうような立場から作品を紹介してきたつもりなんですね。でそれに対して今日はですね、作る側、制作する側を重視した内容として紹介をしようと思っています。それでまずですね、自己表現とは一体何かということ、そしてそれの関係から学生作品の問題点、どういうところにあるんだろうかということ、まあ、これは特に油絵を描いてたり絵画を描くという、そういう中身についての問題というか、そういうところですね。それから次のページ、10ページの方に行きましたら、学生作品の問題点どこにあるのかというのをもう少し明確にするということ、でデザインをやったり工芸をやったりする人たちと絵画を描いていく人はやっぱりちょっと中身が違うと思うんですね。どこが違うのかということから、まあ、そこまでは絵画一般ということです。それからデジタルで描くということの、まあ、問題点というか状況というか、そういうようなこと、学生の立場でデジタルで作品を作ることですね。それから最後にですね、やっぱりトップの人たちを見るということをしたいと思いますので、トップデジタルアーティストの世界ということで、どういう制作方法で作品を作っているのかということを紹介しようかなと思っております。ですね、自己表現とは何かっていうのを最初にですねお話ししようかなと思うんですけど、中学とか高校あたりで絵を描くという時にですね、表現をするというかな、その時に描くっていうことは自己表現することだよねっていう、そういうイメージを植え付けられてきてるんじゃないのかなって思うんですよ。そして皆さんもですね、うん、そうだよな、描くってことは自分の世界というか自分が考えていることとか、そういうことを書くんだろうなって思ってると、理解してると思うんですよね。まあいい例が高文連あたり、まあ、30号の作品がずらーっとこう2段掛けか3段掛けで、圧巻の状態で並べられてたりしますけども、その中の油とかアクリルで描かれている作品の多くがですね、それぞれの高校生個人がイメージしているイメージ世界というか、そういうものを描いていますよね。ですから、この人は大体どんなことをいつも思っているのかなとかね、あるいはどういうことが好きなのかなとかいうことが、なんとなく分かるような、そういうような中身をこうメッセージとして持っているということが、絵を描くということなんだろうなって、まあ一般には思っているわけですよね。だからまあそれが自己表現というふうに理解していると思うんですけども、ちょっとですね、その辺の理解の仕方というものをもう一度立ち止まって考えてもらいたいなっていうのが今日の最初なんですね。自己表現とは一体何だろうか、今私が考えていることを描くということが自己表現なんだろうか、今、描きたいものを描くということが自己表現なんだろうか、自己って一体何だろうかというようなことになるわけですけれども、それでですね、こっちの方がいいな、奈良義朝さん、皆大体こう今の人たちはご存知だと思うんですよね。青森の生まれの人なんですけれども、なかなかですね、一般受けするっていうかな、案外こう誰にでも愛されるような、そういうような表現をしている、かといってギラギラの油絵ということではないし、まあ大体アクリルで描くことが多いみたいですけれども、デザインでもない
でイラストでもないしピクシブでもないというその辺のところをうまくこう、アレンジしてる、まあ、最初の人っていうかそんな感じがするわけなんですよね。で、まあ、奈良さんの作品はですね印刷物で見るとよくわからないんですけれども実物見るとですね結構でかいんですよ。これが例えばですね100号ぐらいの大きさで書いてある。そして近寄ってみるとねアクリルで書いてあるんだけどあのアクリル独特の変な軽さというか半透明感というかそれがですね逆に効果的にうまく使ってある。で結構重さがあるんですよね。アクリルで描くとどうしてもねペラッとしちゃう人が多いんですけれどもやっぱりその辺がですねあの結構違うなっていうそういう実感を与えてくれる人なんですね。で、彼の略歴を見てみますと最初に、愛知県立最初にこの人はむさびだか玉びだかどっかに入ってるかな。それで隠れ浪人をしていてそれで、芸大の油屋に愛知県芸ですねに入ったのかな。で大学院まで行っていてそれからドイツに渡って国立ディッセルドルフ芸術アカデミーに入学してしばらくケルンに在住してたというそういうような経歴をですね聞きますとうんなかなかやるじゃないかといろんな能力を持ってるんだろうな語学力もあるんだろうなって思うでしょうけど実はね本人のね話聞くとね全然反対らしい感じなんですね。まあ、愛知県芸で大学院まで行ったっていうのは、まあ、普通に、やってるわけですけどその後ドイツに行ったっていうのは何か、当時の愛知県芸の先生で、ドイツに、ルート持ってる人がいて行くんだったら紹介するよということがあったのでなんとなく行ったということですね。なんとなく行っちゃった。そして、まあ当時は国立ドイツの国立大学はタダですから授業料がねだからそこに入ろうとしたと。ところがドイツ語できない語学できないんだよ。入れてくれるはずがないわけですよね。試験もありますけどねどうやって入ったのかということですけれども語学学校に通ったんですよ。向こうに行ってからねドイツに。でその語学学校の先生にですね一筆書いてもらった。この学生日本人は今はまだ、語学がドイツ語が、まともに使えないけれども大変能力があるからすぐに使えるようになるだろうという一文をですね書いてもらったんです。それを持ってたと。なんかその辺でですねうまく潜り込んだということなんですね。で国立のその芸大に入ったわけですねドイツにね。ところがですねやっぱりレベル的に言って芸大、大学まで出てるトレーニングをしている人でしたから向こう の, ドイツ人たちのですねレベルよりも圧倒的に技術力があるわけです。向こうの方が逆に言えば技術力低いんですよ。ですからね非常に目立つとそういうこともあっていろんなところにね作品を発表する機会が結構あったらしいんですよね。そういう経過を経てですねヨーロッパでの評価っていうものが少しずつ知られるようになってきた。ただし彼はですね何年ぐらいいたのかないたんですけど生活はですね皿洗いをしてた。皿洗いをしては作品を作ってまあ機会があれば作品とやるというようなことをやってたわけですね。真ん中に伝えですね代表的な奈良のイメージとして知られるこの挑戦的な眼差しの子供の絵もこの頃頻繁に描かれた。この間日本やヨーロッパでの個展の機会が増え次第にその活動に注目が集まっていった。12年間行ってたんですね。12年間に及ぶドイツでの生活に終止符を打ち帰国をしたとそういうようなことで、ですね、横浜美術館でね、大規模な、ね、個展をしてくれたんですね。それで国内5カ所を巡回した、まあ、こういうことがあって全国的に知られるようになった。だからむしろ、ヨーロッパの方で評価が高くなっていてそれを逆輸入した形で日本でも作品でもやるからねやってあげるからねっていうことになったので戻ってきたということなんですね。
こういう経過を見てみるとですね、アルバイトしながら、皿洗いのアルバイトしながら、絵を描いてたということなんですけれども、その間にこういう、イメージがですね、作品として固まってきたということなんですけれども、ちょっと考えてみたときにですね、それのあたりがビデオで紹介がされますので、そこを見てください。9分ですからちょっと長いんですけれども、随分若いですよね、まだね。日本で初めての新作個展、しかも美術館で、すごい緊張がすごいんですよ。テレビとかあんまり、テレビは苦手なんですよ。すいません、うん、今日はありがとうございます。美術館でそんな大勢の人なんか見たことないですよ。どうですか、ご自分では。いや、なんか用事があってっていうか、行ったんだけど、っていうか自分の展覧会なんだけど、行って裏口から入ってチラッと見たら、すげえ人がいっぱいいて、海外からなんかすごく貴重な絵が来る時とかぐらいだよね。そんなこう、うわーってなって、なんか開く前に並んでたりとかしてね、びっくりして、すごい、うん、俺も並ばなくちゃいけないかなって思って。何言ってるんですか。アトリエで一人でこもったりすると、もう何枚もバーって描いたりとか。そうだね、うん、っていうか普段全然外に出ないんだけど、うんうん、やっぱ絵描いた時がすごい楽、うんうん、楽、うん、だって、うん、住むとこと絵を描くと同じとこなんだけど、描きたくなったら描いて、疲れたら寝ればいい、うん、行き詰まったりする時ってないですか、ちょっと離れたいとか。あ、そういうのはない。ない。だから うまくいかないなと思う時はあるけど、でよく友達なんかが散歩したらとか、うん、映画見に行ったらとか、いろいろ行ったりくれたりするんだけど、俺そういうことはあまりしたくなくて、なんか描けなくても、やっぱその描けない画面と向かい合っていたい。だってそ、さっきも言ったように、それって自分自身なのね、うん、向かい合っていたいから、絶対そういう時は見えないなんて、かっこいいね。かっこいい。それをね、こうぬいぐるみたちが見守って、そうそう、行き詰まっちゃったよとかしゃべる。なんで知ってるの。
時にいらっしゃったんですよね。そう12年これだいぶ長い間ですね。そう、すごく影響されるものとかいろいろありました？いや全くなかった、なかったんだ、いやだからどこでもよかったの。勉強できれば。そうで勉強、僕が言ってる勉強っていうのは習うような勉強じゃなくて、やっぱり自分自身でこう探していく、だから自分と対話しながら見つけていくような勉強なのね、自分探しのような。そうそう、はい、でドイツ行ってなんか最初言葉全然通じないのね、で一人ぼっちで、そんな中でなんか子供の時のことどん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 思い出してって、そうでその時の感情とかさ、いろいろ思い出してって、うん、すごいそれは勉強になった、うん、ドイツっていう国自体から直接影響を受けたこととかはそんなないと思う、うん、やっぱ自分の中にあるものを再発見していった、うん、だからなんか新しいものを見つけるたびに、これがこうなんていうのかな、発見とか学んだとかじゃなくて、全部昔にあったもので忘れかけてただけで全部再発見、再発見だったなと感じることができました。そういう意味ではじゃあすごくとても良かった、ね、そう、どこでも良かったんだろうと思うけど、うん、日本にずっといたら多分俺気づかなかったと思う。一本奈良さんは絵本や CD のジャケットとかもデザインされてますけど、ますね、そういう時はまずそういう CD とかのコンセプトありきなんですか？あ、僕は基本的には、うん、なんていうの、そういう発注される仕事をやるようなことはしてないんで、だから基本的に頼まれなくても勝手にやるだろうなっていうのだけしかやらない。わかる？頼まれなくても、うん、あのどうぞ 使いたいなら使ってください。そうじゃなくて、例えば自分はすごい絵が好きで、うん、なんでもいいけど、このバンドが大好きとかあったりするじゃない、うん、誰でも。でCD のジャケットになるとかは考えずに、勝手に自分が自分で持っていたいためにその CD のジャケットを変えちゃったりとか、わかる？自分で自分の部屋に飾るために書く。別にあの頼まれてはいないですね、いないね、書いてくると。そうそう、でも自分がその音楽に共鳴したりしたから、この CD からイメージを受けたから書いて。そうそう、だから僕はね、僕が頼まれてやったようなあのバンドとかは全部あの頼まれる前にその人たちからこうインスピレーションを受けて書いたりっていうのがすでにたくさんあった。へー。で、それを持っていくんですか？いや、持っていかない。誰かがね、あのこう合うんじゃないかみたいに案を出して、そう、この絵とこの音は合うんじゃないかみたいな、うん、小説とか本の場合も同じでしょうか？あれもっていうか同じで、やっぱ最初から表紙にして、俺そういう仕事だからしたことないの。最初からこうなんていうか、お願いしますって言われて、自分がやりたいものしかやらないから、っていうか僕の職業はそういう職業じゃなくて、ただ絵を描いたり物を作って展覧会をしていく、そういうものなんで、なんかそういうあのなんていうのかな、なんかのために作るとかそういうんじゃないんで、基本的に。だからね、本当に自分がやりたいもの、だからお金をもらわなくてもいいからやってみたいもの、自分がやりたいことはやる、うん、そう、それが自分の世界とすごい共通。自分がクリエイターとして大切にしてること、やっぱ物を作っていく限りは、しかもそれがいわゆるあの商業美術に応用されていくことじゃない限りは、やっぱ自分自身の体験から生まれてきたものでなければいけない、自分っていうフィルターを必ず通してなきゃいけない。だから最初から人のためにこうしたら人は喜ぶだろうとか、みんな見るだろうと思ってそうやるんじゃなくて、自分がまず第一の鑑賞者で、自分自身が納得しない限りは絶対人も納得しない。自分自身が納得しなくて人がどんなに納得してもそれは幸せなことじゃない。だからとにかく自分に厳しくするっていうのが一番大切ではないかなと思うけど、なんかこうできた作品を、うん、でちょっと気に入らないなと思った時に、うん、他の人がみんながいいって言っても、うん、自分が気に入らなければダメ、うん、ダメ、
ただ自分がどっちでもいいと思う時がよくあるじゃない、うん、これいいのか悪いのか分かんないなっていう、そういう迷いのある時は人がいいって言ったらじゃあ OK、 いいね、それとか、うん、あのこっちのこっち向きの顔にしたらいいかこっちの向きの顔にしたらいいか、うん、自分はどっちでもいい、うんうん、どっちもやり方は自分は分かるっていう時にやっぱみんながこっちがの顔にしたいした方がいいって言ったら自分はそうする、うんうん、はい、あのこの奈良さんという人はとっそつと話す人で、まあ、あの上手に話す人じゃないんだけれども、すごく正直な人だし真面目なあの取り組みをしてきた人だと思うんですよね、まあ、これあのインタビュアーがちょっとキャピキャピだからね、あの軽薄に見えるんですけれども、あの内容的にはとてもいいインタビューだろうなって思うんですよね。でこの中でね、あの奈良さんがどうしてああいう目つきのきついようなね女の子があの出てきたのかと、キャラクターとしてね、描くようになったのかっていうことの理由みたいなものをちょっと言ってたでしょ。